これから私たちの教会 TLEA 東京アンテオケ教会をご紹介いたします。長崎殉教記念聖会、毎年2月5日に殉教記念聖会を行います。日本は世界の中でも多くの殉教者を出している国です。この国で最初の殉教者26名が殉教した長崎県西坂公園のその場所で主を礼拝します。毎年特別な臨在の注がれるこの集会は私たちにとって重要なものです。海外宣教はこの教会にとって重要な働きです。全世界に出て行きなさいという神の言葉に従って五大陸すべての国に短期派遣チームを出しています。また長期宣教師も現在6カ国に派遣しています。最近ではドイツ、スイスチーム、インドチームが使わされています。礎の石孤児院、家を建てる者たちが見捨てた石、それが礎の石となった。礎の石孤児院は私たちの教会が運営する孤児院です。カンボジア、フィリピン、ザンビアで孤児院や就学支援を行っています。特にザンビアでは小学校、中学校を設立し運営し、貧困地域の子どもたちに教育と食を提供しています。心ゴスペルは伝道を目的としたゴスペルのコンサートです。企画、運営、出演のすべてを教会で担っています。毎回異なったコンセプトで教会所属の賛美隊がゴスペルを通して行う宣教の働きです。このコンサートは数万人規模のものになると神から語られています。白馬キャンプ、私たちは毎年2回、聖書に出てくる白馬の名のついた特別な地でキャンプを行います。夏は賛美の働き、冬は賜物の育成と映像の働きの育成のために海外からもオンラインで加わることができ、霊的にも実際的にもとても重要なイベントです。オーケストラ、私たちの教会のオーケストラは神の言葉によって導かれました。当時特別に楽器を弾ける者は私たちの教会に多くありませんでしたが、神が語ったオーケストラを用いるという言葉に従って楽器が弾けない者も楽器を持って立ちました。今ではオーケストラを通して特別な賛美の臨在が注がれています。ワーシップ、教会にとって礼拝のワーシップはとても重要なものです。私たちの教会ではほとんどの賛美を教会で作られたオリジナルの楽曲を用いて神を褒めたたえます。1000曲を超えるオリジナルの賛美をコーラス、オーケストラとともにワーシップリーダーが導きます。御霊の賜物、私たちは御霊の賜物を用いる教会です。聖書を通して神が賜物を用いるようにと語られている言葉に従って予言、癒しを中心とした9つの賜物すべてを用います。聖書を土台とし教会の管理と徹底した吟味の中でそれを用います。この教会の歩みで表された賜物による恵みと証は数えきれません。ウェブゴスペルコンサート、インターネットを用いた宣教はこれからとても重要な働きになります。私たちの教会ではオンラインで世界中の国々の教会とともにウェブコンサートを行うことを導かれました。2021年の第1回に続いて今年行われるウェブコンサートには8カ国の教会が集まり共に神を褒めたたえます。ニコエ新聞、聖書の視点から終末の世界の動きを告げ知らせ、リバイバルに即応した情報を提供するという理念のもと設立されたのがニコエ新聞です。この激動の時代の中、オンラインの新聞社として正しく伝える使命があります。雲の間にある二次出版、エゼキエルが神の栄光を見たとき、それは雲の間にある虹のようでした。神が私たちに成してくださったさまざまな栄光を人々に告げ知らせる目的を持って雲の間にある二次出版社は作られました。さまざまな信仰書の出版や月刊誌雲の間にある虹には毎月生きて働く神の栄光の数々が掲載されます。アレチニカワミュージック、この教会に集う多くの人が作詞作曲を行います。そしてそれが教会で賛美されます。そしてこの教会の音楽的な働きを担うのがアレチニカワミュージックです。特に年に一度
全国 TLEA の教会から賛美を募集し、出版されるソングブック風の響きは私たちの賛美の働きの根幹です。祈りのミッション、祈りのミッションは心を合わせて教会のために祈る方々の世界的ネットワーク作りをビジョンとして設立されました。この教会の祈りの必要を満たすために奉仕として祈りを捧げます。24時間の連鎖祈祷や祈祷院の設立など神からの語りかけを受けて祈りの手を挙げます。週末とイスラエルミッション、週末とイスラエルミッションは聖書で語られている週末の時に備えるため設立されました。世界情勢が目まぐるしく変わり、かつてない時代に入っていく中で、聖書に書かれている事柄と照らし合わせながら、終わりの時を正しく伝えていくことを目的としています。TLEA 映画ミッション。神はこの教会にハリウッドから宣教のための映画を出すようにと語られました。そして、その実現のために設立されたのが TLEA 映画ミッションです。毎年実際にハリウッドまでチームを派遣し映画祭に参加しています。長崎で殉教した26聖人の映画化のためにプロモーションを行っています。 TLEA 新学校、 TLEA 新学校は週末のリバイバルの器を育成する機関として創設されました。聖書信仰に立ち、この教会の土台である祈り聞き従うことを中心とした学びを行います。また賜物の働きの学びと訓練を行うことも大きな特徴の一つです。ザ・ビジョン、ザ・ビジョンは教会のゴスペルアーティストのマネジメントとプロデュースを行うプロダクション会社です。この教会の多くの賛美隊が所属しています。日本のみならず5大陸に大きく展開するビジョンを神から与えられています。